惹かれる人が続出、ラモーヌの魔性の事実に気づいてしまった人たち、に対するみんなの反応。言動は結構きつめだし、本人も別に周りから好かれようと思ってるわけでもなさそうだよね。やはり見た目の美しさ？レースのラモーヌに惹かれる人が多いんだろう。史実で走ってる時のラモーヌは、確かに美しいからね。全工程ボットを量産するレベルの魔性は確かにヤバい。ヤバいオタクを量産してそうな感じはある。よくよく考えたら学生に魔性感じてくるとか、おかしいと思うわ。ラモーヌだけああなる理由わからん。シティにはそこまで狂うやつおらんかったやん。シティとはまた別の魔性なんじゃないの。人を狂わす系だよきっと。ラモーヌだけああなる説得力がまだない気する？これがカレンとかなら納得できるし、わがままで魔性より、月並みだけど、かなり優しくされて惚れられる魔性のが、わかりやすかった気もする。ヘイトも買わないしな。蓋を開けたらラモーヌの魔性も、ウマソウルの悪影響とか理由ありそう。本人的にはただ好きに生きてるつもりなのに、勝手に目つきのおかしい連中が群がってくるって恐怖だよね。大の大人が JK に、あなたの信奉者です、愛してますって熱弁してくるの怖すぎる。これがファンタジーなら、魔性に狂わされた一般人にも納得できるんだけど、ファンタジー要素はあるがあくまで現代日本がベースの世界観で、大人が高校生にはちょっとね、って感じ。馬娘世界って割とファンタジーでは？そこはもう感じ方の違いかも。自分はもっとファンタジー寄りな世界観じゃないと、今の描写に説得力を感じられなかっただけで。他の馬娘もモテ描写あるけど、全体的に女性ファンがはしゃぐシチュー多いよね。フラッシュでも感謝祭で、女性ファンを姫様抱っこでキャーキャー言われてたり、馬娘の容姿とか、振る舞いではあって反応するのは女性が大半の気がする。大人の男が女学生に容姿とかで騒いでると、やっぱ事案っぽいからかな。ラモーヌなら大人っぽい見た目的にギリセーフ的な？他の馬娘ではああならない理由を教えてほしい。他の馬娘は魔性じゃないのか？カレンやローレルとかも魔性っぽいのに。ワンピースのハンコックだって、現実世界ではそう思わない人がいても、あの世界だとみんな美貌にメロメロだし、そういうもんとしか。そうなる描写が足りないから違和感がすごい。サポイベとアニバしか出番がないんだから、描写が足りないのは当然なのでは。実際まだ今の時点で判断するには、ストーリーが公開されてない以上早計だよね。大人の魅力でやられてしまうのでは。少なくとも会長はラモーヌの魔性に見入られてる感ある。ルドルフが身内に甘いのはいつものことだから、ラモーヌに限ったことじゃないんだよな。年齢高くても問題ないとは思うけど、そうすると大人っぽい税の本格化総じて、遅すぎ問題が発生してきそうではある。特別恋ファンだけが、ピックアップされて書かれる部分も大きい気がする。全員がそのノリってわけじゃないと思う。ルビーのシナリオも華麗なる一族を神格化してるファンと、普通のファン両方いたし。ラモーヌファンにリアリティなくて、いまいち説得力をないなぁ、と思える環境で生きてきた俺は幸せなのかもしれない。確かにアイドルにストーカー行為するファンとかいるもんな。自分でうるうるとか言ってる女を、周りがこんなに言ってるのにトレーナーにならないなんてひどい。するくらいにはリアリティ？とはなる。うん十万人のフォロワーいる女が、知らん男にお兄ちゃんとか言って、こうなる時点でラモーヌだけじゃなくて、結構馬全般甘い世界だよな。むしろカレンのファンからしたら突然生えたお兄ちゃんとか異物だし、叩かれそうなもんだとは思ってた。現実のスポーツもだけど、可愛い選手も騒がれるけど知名度と人気は実力トップ層のが上だし、スポーツだから、やっぱ速いやつすげえ、の方がでかそう。初のトリプルティアラの実績で十分お釣りが来るんじゃね。プライベートの性格多分あんま関係ないよね。すごいことやった人が変人で性格悪いとか、変人エピソードとかむしろ、エンタメ的に需要あったり、ファンはあんなことできる天才ってこんな感じなんだ面白い、みたいな反応割とある。ラモーヌのセリフとか聞いてると、明らかに異質な感じがするし、あのオーラにやられてるってことだろう。多分カレンちゃんの可愛いみたいなもんよ。幼少期から魔性で周りが勝手に狂うから、ラモーヌ的にはほとんど会話が噛み合ったことなくて、コミュ障気味になった説、ファンは魔性で盛り上がるけど、ラモーヌは魔性がプラスに作用したことあんまりなさそう。
逆にあのきつさ隠してないのにもかかわらず、心奪われるものが後を絶たないから魔性なんだろう。正直ラモーヌは威圧感ありすぎて、あんまり魔性って感じしないんだよな。色気だけじゃなくて、見てる人間が心開くような可愛げある方が説得力あるわ。カレンちゃんとかローレルみたいな。魔性というより威圧、わかるこっちが自然にさせられるというより、圧で有無を言わせない感じ、本人はちっとも意識してないけど圧あるタイプ。というか取材に関してはちゃんとラモーヌは断ってる以上、今更付き合う必要なんかないのにね。むしろ撮影丁寧に断ったのに、愛してます、とか急に言われてしぶしぶ協力してくれたの優しくね。一応断ったし、それ以上介入するのは余計な世話でもあるもんな。なんならアルダンに突然アポなしで頼み込んできた奴に、付き合ってあげたんだしだいぶ優しい対応してくれたと思う。ローレルはともかく、カレンは美人ってより可愛い系の顔だから、正直魔性？って感じはある。カレンちゃんは正直魔性よりあざとさの方が勝っちゃうかな。カレンは何でも自分でできちゃうから、むしろあんま魔性感じないのよな。性格抜きにしても、容姿が可愛い全振りの子に魔性は違うわな。小悪魔ならぴったりだと思うけど。ミステリアスな感じはないし小悪魔系だよね。カレンちゃんも見返すと、可愛いでゴリ押しする超絶パワープレイキャラだからな。カレンの可愛いは自発的な振る舞いだけど、ラモーヌの魔性は花粉的なあれ。狙ってやってる時点で魔性じゃないよね。自覚的にやってるのは小悪魔キャラだよね。馬娘自体が人耳を魅了するアイドル種族で、その中でも魅了特化してるのがラモーヌ？まあラモーヌのキャラクター像は、本人のキャラストーリー見てみるまではなんとも言えんな。今のところ外にいる赤の他人から見たラモーヌしか、俺たちは知りようがない。ローレルは魔性ってより、ブライアンにとどめさしたいファンボーイじゃねえかな。思われぶりな言動もなりぶだけにしか言わないから、全周囲魔性かって言われるとうん。となるわ。ローレルの魔性感はぶっちゃけ顔が大部分な気もする。まあ顔が委員長とか千代ちゃんだったら、あんま魔性言われてなかったよなとは思った。ローレルに魔性を感じたことないんだよな。そもそも 100% プラスの言葉でもないから、問題もある。ラモーヌが言われるのはしっくりくる。ローレルのキャラが立ったのって、例のクリスマスイベが発端だし、それまでだとただの性格いい美人止まりだった印象ある。ローレルは魔性っていうかイケメン顔の主人公タイプでしょあれ。ローレルもわざわざなりぶに自分を見てするタイプだから、あんま無自覚魔性ってキャラクターじゃないかな。ローレルは魔性っていうか、8割立ち絵のポーズで色気言われてるだけじゃ。これで魔性の女は無理でしょ。ルドルフに撮影するからちょっと付き合ってって電話するのも、まあ甘えポイントではあるのかな。私教えるの下手だから、アルダンあとは頼むわね。もう甘えるポイントだよね。アルダンはぶっちゃけ年相応のが緊張感。高校生にしてはしっかりしてるけどまあ、ラモーヌとか見た後だと、結構普通よりの後頭部。アルダンに魔性要素ないでしょ。アルダンはなんなら、顔は普通に可愛いルックスだしね。魔性って個人的には、悪の組織の幹部みたいな美女に使われるイメージ。魔性って言葉で、なんとなく共有されてるイメージ通りではないけど、馬娘キャラの中だと一番魔性寄りではあるって感じ。意図せず他人を惑わせてしまう、という意味合いにそうのなら、ラモーヌが一番適任ではあるのかな。推定金亀のが魔性な雰囲気ありそう。まあ根本的に女子高生に魔性とかいうのは、どうなんだ感あるけど。言うてもとネタのキングカメハメハに魔性イメージあったっけ。性格いくて、アンカツやらいろんな厩務員に甘え上手だったところ、ハワイ美女感あるし、異国の魔性の女感はある。魔性の女って、無自覚に人を狂わす女性みたいなイメージあるんだけど、そんなに違うもんなのかね。パッと出すならルパン三世の藤子ちゃんとか？馬娘内に典型的な魔性が存在しないから、どの要素重視するかで挙げるキャラがバラバラになってるのかな。ラモーヌ以外となると、案外魔性キャラいないな確かに、馬娘。他人に無自覚で狂わせてしまうのが魔性、他人を自覚的に狂わせるのが可愛いってことかな。結果的にではあるが、魔性についていろいろ語れるいい機会だった。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。